はい、こんにちは、こんばんは、葵です。学校であった怖い話 S 34回目始めていきます。今回はね、隠しシナリオではないんですけど、あ、今ちょうど出てますね、風間スペシャルということでね。うん、ライブでやった時はね、さなえちゃんの隠しシナリオが出ちゃって、やれなかった風間シナリオの続き7話目がやりたくてね、そちら行きたいと思います。はい、それでね、6話目もね、ついでにね、やっていこうと思います。ね、ライブ中にやれなかった選択肢をね、選んでいきます。いや、僕の名前は風間望む。この笑顔、うん、腹立つわ。この学校に通う何室がいの3年だよ。それにしてもとうとう7人目は来なかったね。これだ、学校の七不思議の特集を組めないな。でもまあ仕方のないことさ。これも運命だと思って六不思議で諦めろよ。最後に僕がとっておきの話をしてやるからな。いいか、聞いて驚けよ。実は僕は守護霊様が見えるのさ。君、守護霊って知ってるよな。まあ知ってるけど、前回は知ってるって言ったんで知らないんでしょ。知らない？君、守護霊様のことも知らないのか？こいつは驚いた。今時こんな高校生がいたとはね。もうちょっと喋る言葉もう全部ね、腹立つわまあ仕方ない。知らないことは恥じゃないぞ。僕だったら恥ずかしくて死んでしまうけれどまったく。まあ僕は選ばれた人間で、君はただの一般人だからな。知らなくても死ぬ必要はないぞ。守護霊様というのはな、君を守ってくれる霊のことを言うんだ。強力な守護霊様がついていれば、それだけでその人の人生は恵まれたものになる。けれど、ろくな守護霊様がついていないと、人生は最悪のものとなってしまうのさ。ちょっと見たところでは、君の守護霊様はとてもすごい人がついているように思えるが、まあ守護霊様を見る前に君の前世を占ってやろう。うん、守護霊なのに前世を占うってどうだ、前世を占ってほしいか。いや、別に欲しくねえけどなうん、え、悲しい嘘はやめてくれ。遠慮しなくていいんだよ。前世占いのコースは3コースあるんだ。この中から好きなものを選んでくれたまえ。スペシャルコース、一般人コース、イモガエルコース。うん、まあね、ライブの時はスペシャルコースで1万円払ってやったんですけどね。これはいいや、イボガエルコースで行きます。そうか、ついにこの時が来てしまったか。この占いはあまりやりたくなかったんだが、しょうがない、占ってあげよう。これはイボガエルを使う占いだ。君、コックリさんは知ってるよね。まあ、君自身がやったよな。イボガエルコースはコックリさんのようなものなんだが、そう、コックリさんやった時ね、500円せしめられたんですよ、こいつに。10円玉の代わりにイボガエルを使うのさ。生きているイボガエルなんだけどね、ゲコって、それに催眠術をかけて動かないように眠らせるんだよ。そしてそのイボガエルに、全世界のイボガエルを統治するイボガエルの神様を降ろすのさ。実は今日このコースをせがまれる気がしてね、ちゃんと用意してきたんだよ、イボガエルを。なんだ、おもちゃかほらね、これ手書きか。風間結構味のある字書きますね。小さくて可愛いだろ。これはまだ幼いイボガエルだ。ふっふっふ。じゃあ始めよう。イボガエル様、いらしてください。いらしたら、はいにお進みください。ほにゃらまか。ほにゃらまか。は。適当に言うなぁ。というわけで、イボガエル様がいらしたぞ。あ、降臨したの？さあ、さすがくん。何か聞きたいことはあるかい？はいって。いや、おっと？君の言葉をイボガエル様が代弁してくださった。いや、余計なことすんなよ。さすがはイボガエル様だ。君の心をすっかり読んで、読んでるな？いや、違うよ。お前、自分で動かしたんだろ？そうそう、言い忘れたけれど。イボガエル様にお伺いできることは、一人三つまでなんだよ。おうおう、今、イボガエル様が一つ答えてしまったから、君が聞けることはあと二つしかない。なんだそれ。かわいそうにね。うんうん。まあ、別にいいやって思っちゃうね、それ。むしろ。でも、これも運命だ。ねえ、さすがくん。
君って結構運が悪い方じゃない？悪いのは否定しない。はい、ちょ、何答えてんの？これまた一個減ったんじゃねえの？おっと、またイボガエル様が大変してしまったぞ。君って本当に運が悪いね。もう早く前世のことを聞かなくっちゃな。質問はあと一つしかできないからね。いや、イボガエル様の代言いいわ。うん。イボガエル様、イボガエル様、お答えください。サスガ君の前世はどのようなものだったのでしょうか？いやいやいや、はい、はい、はい。ん？せ？い？ん？こ？せいこ？う、せいこ？なんかホームポジションがすでにおたまじゃくしになってんだけど。君の前世はどうやら素晴らしいものだったらしいね。あ、前世で成功したってこと？またまた。でも、イボガエル様に聞けることはこれまでだ。マジか。もう君に関する3つの質問をしてしまったからね。なんだよ、それ。ただし、君の態度次第では、もっと詳しく占ってあげてもいいんだよ。さすが君。僕の言いたいこと、わかるかい？金か。金なんだろ、お前。風間さん。風間様は僕のそばに寄ってきた。そして僕の手をそっと握ると指でお金のマークを形作った。さすが君、出すものを出せば、イボガエル様に頼んであげるよ。もう少し質問をさせてください、とね。どうだい？お金を出す。渡さない。うん。とりあえず、ええわ。あっそ。じゃあ、前世占いはこれまでだね。これ終わるな。イボガエル様にはお帰りいただくよ。イボガエル様、イボガエル様、ありがとうございました。どうぞお帰りください。さあ、イボガエル様は終わりだ。じゃあ、後始末をしよっか。ん？風間さん。風間さんはいきなりイボガエルをつまみ上げると、ブチッと握りと、え？風間お前。水風船を割ったように赤い血が飛び散る。え？やめてください。僕はびっくりして彼を止めた。すると彼は指についた血をズボンで拭き、ペロリと舌を出した。君、こっくりさんをした後は、十円玉を処分するだろう？イボガエル様も同じさ。占いの後は道具のイボガエルを処分する習わしなんだよ。なんてことだ。気分が悪。物質内イボガエルの血の匂いが漂った。こいつマジか。イボガエルの血は腐った生ゴミのような嫌な匂いがした。ちょっと、窓でも開けましょうか。僕が窓を開けると？ああ、ありがとう。さすがく。風間さんはそう言ってイボガエルを窓から捨ててしまった。ちょっとこの人一体何なんだ？え、こんな奴だっけ？そんなことしたらイボガエルに呪われてしまいそうじゃないか。大丈夫だよ、風間さんが言った。大丈夫だよ、さすがく。君がイボガエルに呪われることなんてないよ。僕が守ってあげるから。僕はね、君の守護神様なんだよ。僕だけじゃない。今日ここに集まった人たちはすべて君の守護霊様なんだ。知ってる？守護霊様っていうのはね、一人の人間に何人もついていたりするんだよ。僕はしばらく何も言えなかった。危ない。この人ちょっと危ないぞ。いや、前はちょっとふざけた意味で危ないと思ったけど、マジでやばくなってきた。僕が不安に思っていると風間さんはいきなり笑い出した。なんだ、面白い？君なんだいその顔。いや、ドン引きしてるんです。怖いのかい？君ね、守護霊様は君の味方なんだよ。だから怖がらないでいいのに。その顔。笑ってやがる。ああ、おかしい。実はね、さっきのカエルはおもちゃなんだよ。お腹を押さえると水が飛び出るカエルのおもちゃなのさ。あ、中から出てきたのはトマトジュースだ。あ、そうなの？この物質が熱かったから、ちょっと腐って。臭かったけど。どう？本気にした？いや、したよ。いや、今、ドン引きだったんだけど。風間さんは楽しそうに笑っている。おもちゃ？なんだ？すっかりからかわれてしまった。僕はため息をついてテーブルを見つめた。なんだか悲しい気分になりながら。いや、マジでちょっと、ドン引きだったんだけど。ふつふつと込み上げる怒りを抑えながら。ちょっともう一回やりましょう。はい、じゃあもうね、金渡さないって言ってああなったからもう、ちょっと渡しますか、もう。いや、こんなのに払いたくないけどね。そうか。
それじゃあ、1万円もらおうか。しれっと、1万円要求するか。さあ、さすがくん。1万円を出したまえ。うん、わかった。払うよ。その代わり、うん。とんでもねえ、うん。つまんないことやったら許さないよ。君、いい子だね。じゃあ、イボガエル様に頼んであげるからね。まだイボガエルに頼むの？イボガエル様、イボガエル様、お願いします。別の占い、いや、同じか。なんでも。さすがくんの前世が知りたいのです。さすがくんの前世はズバリ何でしょうか？ボだろ？ボなんだろ？どうせ。うん、点がついて。うん。か、が、いいだろ？うん。お約束だな。前世はイボガエルか。僕前スペシャルコースやったとき、なんだっけ、ウミウシになったんですよ。君の前世はなんとイボガエルだったんだ。君がイボガエルコースを選んだのは前世の記憶がそうさせたんだよ。笑いやがった。おや、どうしたの？不満そうな顔をして。これが1万円？君、これは大変名誉なことなんだぞ。君の前世は成功だって出たろ。それはイボガエルとして最高の一生を送ったってことさ。素晴らしい話じゃないか。じゃあもうイボガエル様に聞くことはないね。イボガエル様、イボガエル様、ありがとうございました。どうぞお帰りください。あ、さすがくん。君は帰っちゃダメだよ。いくら前世がイボガエルだったからって言ってもね。嘲笑されてるわ。もうこれ、守護霊様の話はどうなんだ？あまりにも馬鹿らしい話でいくらなんでも怒ってくる。とりあえず1万円返せよ、お前。何のことかな？僕は君の前世を確かに言い当てたよ。その結果が気に食わなかったからといって、そんな態度を取るのは良くないね。君だっていつまでも学生ではいられないんだよ。社会に出た時、そんなんじゃ通用しないよ。だからそういう失礼な態度を取るのはやめなさい。逆に諭されたわ。僕は君のためを思って言ってあげてるんだよ。うわぁ。最低こいつ。あ、そうそう。守護霊様の話はまだ途中だったね。君の守護霊様はすごい人に思えるって言ったよね。どんな守護霊様がついてるのか知りたくない？知りたいよね。教えてあげようか。もやーんと。これは本物なのか？君の守護霊様はこの僕だ。甘いマスクのナイスガイさ。わかったかい？それからここに集まった僕たちはみんな君の守護霊様なんだよ。守護霊様はね、一人だとは限らないんだよ。え、なに？集合体？なんか、ライブの時もこんなの出て、うん、同じようなこと言った気がするね。うわ、嘲笑された。あー、面白い。どうしたの？怖い顔して。いや、もうこれ。前の時は呆れて物も言えないって言って、で、確か、うん、ここもう、切れるか。うん。切れちゃおう。怒ってもダメだよ。ちっとも怖くないよ。ほら、言ってごらん。風間様は素晴らしいって。だからスンバラリアか。ね、さすがくん。僕を尊敬したまえよ。悪いようにはしないから。じゃあそろそろお開きにしようか。さすがくん、またね。君ってからかいやすくて面白いよね。今後ともよろしくね。すごいカモにされてるわ。ああ。はい。そして7話目ですね。行きましょう。風間が続くのか？これは。一体何なんだ？この風間さんって人は。これは学校の七不思議を聞くための会合なんだぞ。それなのに、これじゃあ、まるで落語研究会じゃないか。うん、こいつはお知見向きだよ。風間さん、こっちを見てニコニコ笑ってるよ。いや、ほんと腹立つな、この笑顔。仕方ない人だな。せっかく今まで怖い話で盛り上がっていたのに、最後にこんなわけのわからない話を聞かされるなんて。ああ、なんて悲惨な一日だったんだ。他のみんなも、もうしらけきってるよ。七人目もいつまで経っても来なかったし。ああ、もう、やめたやめた。ちょっと、後で日野さんにクレームつけなきゃね。それじゃあ皆さん、怖い話を聞かせていただいてありがとうございました。一名以外ね。七人目がとうとう現れず、残念でしたが今までに聞かせていただいた話をもとに特集を組みたいと思います。それでは、これでお開きにしましょう。あれ？誰だろう、こんな時間に。
まさか7人目が今頃？僕は慌てて振り向き、ドアの方に目をやった。あ、日野先輩だ。うん。本来はすごい面倒見のいいね、後輩思いの先輩だと、主人公本人が言ってたよね、どっかで。僕は目を丸くした。ドアが開くとこの回を催し、彼ら6人を集めてくれた日野先輩が顔を覗かせたからだ。おう、さすが。こんな時間までご苦労だな。まだ人の話し声が聞こえたからさ。ちょっと寄ってみたんだよ。日野先輩は辺りをキョロキョロ見回すと僕にそう言ってきた。今日は忙しくて来られないと言っていたけど、やっぱり心配になって顔を出してくれたんだろう。おお、頼りになる先輩だ。あ、先輩。わざわざありがとうございました。結局一人だけ来なかったんですけど、七不思議の会合はどうにか終わりました。今皆さんに帰っていただくところです。日野先輩は僕の言葉を不思議そうに聞いていた。お前何言ってんの？七不思議の会合は明日だろ？いや、今終わりましたけど。え？僕は背筋に冷たいものが走り、慌てて振り向いた。ん？部室には誰もいなかった。どういうこと？そんな、嘘だ。これみんなすぐ隠れたんでしょ？日野先輩が合図して、今までいたはずの人たちが一人残らずいなくなっていた。出入り口はここしかない。うん。それなのに煙のように全員がいなくなってしまっていた。あ、これドッキリだね。ほら、日野先輩笑ってるもんな。どうしたんだよ。幽霊でも見たような顔をして。今日は明日のための準備でもしてたんじゃないのか？明日が本番なんだからな。今日は早く帰って明日に備えとけよ。日野先輩は僕の肩をポンポンと叩いた。僕の頭の中に声が響いてきた。ん？あ、風間だ。また嘲笑されてる。だから言っただろ？僕たちはお前の守護霊様だってさ。楽しかったぜ。明日は本番だ。しっかりやれよな。そんな。じゃあ彼らは本当に僕の守護霊様？先輩、どうしたんだよ、急に大声出して。聞こえてないの？先輩、お願いです。やっぱり僕にこんな大役は務まりません。あ、もうちょっと腰が引けちゃったな。誰か明日は誰か他の人に変えてください。僕はもう嫌です。その時僕はどんな顔をしていたんだろう。困りんこ顔でしょう。でも僕の言葉を聞く日野先輩の表情から察すると、きっと僕は本物の幽霊でも見たような顔つきだったんだろう。僕の頭の中ではいつまでも彼らの笑い声が響いていた。ん？終わり？いや、しかも選択肢とかないな。ん？分岐もなし。しかも短い。終わってしまった。風間直結の7話目ってこんな感じだったのか。これはひどいね。ひどいね。まあでも、イボガエル占いはやっといてよかったかもな。ということで、今回はちょっと短めだけど、ここで終わらせていただきます。はい、お粗末様でした。